この動画では頸動脈狭窄症の画像診断についてお話ししていきます。頸動脈狭窄症は名前の通り頸動脈に狭窄が起きる疾患ですけれども、これが原因で脳梗塞や一過性の虚血発作につながる重要な疾患でもあります。またプラークイメージングなど画像診断が大きな役割を果たしていたり、ステント留置術など発声技師が携わる診も多い疾患でもあると思います。この動画の目標としては頸動脈狭窄症の病態について知ること、また画像診断について知ること、頸動脈狭窄症の治療について知ることなどの流れで説明していきたいと思います。また頸動脈狭窄症は話す内容が非常に多いですので、今回の動画は病態をメインにお話しし、治療やプラークイメージングなどについては別動画で個別の動画として解説していきたいと思います。キーワードについてはこれらのキーワードについてお話していますので、これらのキーワードに興味がある方はぜひここから先の動画もご覧いただけたらと思います。それでは始めさせていただきます。それではまず症例から見ていきたいと思います。74歳男性で右上下肢経度麻痺歩行障害の症状があった患者さんの症例です。拡散強調画像で左側の境界領域に数珠状の高進行があり脳梗塞を疑う所見です。境界領域梗塞に関してはこちらの動画で詳しく解説していますので、こちらの動画も参照いただけたらと思います。 MR アンギオグラフィーでは左側の内頸動脈から中大脳動脈の信号が右側と比べて低下していることがわかります。よってこれよりも中枢側の血管がどうなっているのか気になるところですので、その部分の MR アンギオグラフィーを追加撮影したところ、外頸動脈と内頸動脈の分岐部よりやや末梢のこの部分に高度狭窄が見受けられました。この高度狭窄が原因の境界領域梗塞と診断された症例です。頸動脈狭窄部の評価のため頸部 CT アンギオグラフィーが行われました。ナチェット法と呼ばれる狭窄率の測定法で、左の内頸動脈は 89%、右の内頸動脈は 52% と評価されました。また CT では石灰化の情報が分かりやすく、この狭窄部の近位側に全周性の石灰化があるなど、石灰化の情報を得ることができました。続いて MRI のプラークイメージングが行われ、こちらは左の内頸動脈の画像ですけれども、T1 強調画像のブラックブラッド法で高信号、T2 強調画像でも高信号ということで、不安定なプラークであることが予想されました。これらの画像をもとに治療方針が決定され、左側の病変に関しては、頸動脈内膜剥離術 CEA、右側の病変に関しては、頸動脈ステント留置術 CAS が行われた症例でした。頸動脈狭窄症、カロジッドアーテリステノシスの病態についてですけれども、動脈硬化によって頸動脈に狭窄が生じる病態です。ここから脳梗塞や一過性脳虚血発作 TIA に進行する可能性がある重要な病態です。前方循環の脳梗塞や TIA の原因の 10-20% 程度を占めます。頸動脈狭窄症は高齢者で非常に多く、65歳の年齢で男性の 75%、女性の 62% が最大のパーセントとして報告されているとされています。また、頸動脈は総頸動脈から内頸動脈と外頸動脈に分かれますけれども、内頸動脈の基質部に後発するのが特徴的です。リスク因子としては、動脈硬化の危険因子を有する人、高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙などが挙げられます。分類としては、無症状である無症候性と症状がある症候性に分かれます。無症状の無症候性に関しては、脳ドックなどで偶然見つかる場合などが多いです。症候性については、TIA または脳梗塞として発症し、一過性の運動障害、目が一時的に見えなくなる黒内障、頭皮などが出現してきます。続いて、頸動脈狭窄症の脳梗塞における位置づけですけれども、こちらは脳梗塞の分類でよく使われるトースト分類ですが、脳梗塞はアテローム血栓性脳梗塞、ラクナ梗塞、心原性脳塞栓症、その他の原因不明に分類されます。この中で頸動脈狭窄症は、主に動脈硬化が原因の脳梗塞となりますので、アテローム血栓性脳梗塞に分類されます。頸動脈狭窄症における脳梗塞についてより詳しく見ていくと、この部分のプラークから微小な側線子が飛んでいくことによって、この末梢の部分が詰まってしまう動脈原性梗塞、アーテリートゥアーテリーと呼ばれる側線性の脳梗塞ですね。さらに、症例であった、この部分の狭窄が原因で、主幹動脈の間の部分に梗塞が起こる、
血行力学性の脳梗塞である境界領域梗塞に細かく分けられます。こちらは動脈原性梗塞の症例ですけれども、72歳男性で言葉がうまく出ないということで救急搬送された方の症例です。拡散強調画像で皮質を含む部分に脳梗塞がありますけれども、頸動脈の CT アンギオグラフィーで内頸動脈の基部に狭窄があり、横断像で見てみると散在する石灰化が評価可能ですけれども、一部に潰瘍形成を思われる突出した部分も見受けられます。この部分が原因で微小側線子が飛んでいくことによってこの部分が詰まったことによる脳梗塞と診断された症例です。続いて頸動脈狭窄症の画像診断についてですけれども、画像診断の種類としては超音波、CT、MRI、IVR などがあります。まず超音波についてですけれども、利点としては侵襲がなくベッドサイドで行えること、モバイルプラークなどの可動性病変や潰瘍性病変を検出可能であることが挙げられます。欠点としては石灰化が強い病変では内部の観察が困難であること、また行う人の腕の差が出るモダリティですので施工者によって病室の方が変わってしまうことが欠点として挙げられます。続いて CT についてですが、利点としては狭窄の範囲や程度、石灰化の評価に有用です。特にこのような石灰化の評価に関しては CT は非常に有用なモダリティとなります。短時間で高精細かつ広範囲な撮像が可能です。欠点としては造影剤を使用しなくてはいけないこと、 X 線被曝を有することが挙げられます。続いて MRI についてですけれども、 MRI はプラークイメージングによってプラークの正常の評価に有用です。汎用性や再現性が非常に高いモダリティで、頭蓋内の動脈狭窄や虚血病変のスクリーニングも同時に可能といったメリットがあります。欠点としては撮像時間が非常に長いこと、またステント留置後にはアーチファクトによって評価が困難といった欠点があります。続いて IVR については非常に高精細でゴールドスタンダードとなるような画像ですけれども、血管系の計測が可能などのメリットがあります。欠点としては侵襲性があること、造影剤を使用しなくてはいけないこと、 X 線被曝を有することが挙げられます。続いて頸動脈狭窄症の治療についてですけれども、治療の目的としては脳梗塞や一過性の虚血発作の予防が最大の目的です。内科的治療と外科的治療に分けられますが、内科的治療に関しては危険因子の管理として血圧を下げたり血糖値を下げたりコレステロールの値を下げたり禁煙などが挙げられます。またアスピリン、クロピド、グレル、シロスタゾールなどの抗血小板薬が投与されます。外科的治療に関しては狭窄率 50% 以上の症候性の頸動脈狭窄、狭窄率 60% 以上の無症候性の頸動脈狭窄が適用となる可能性があります。プラークを自家的に剥離してしまう頸動脈内膜剥離術、パロティッドエンダーテレクトミー CEA や狭窄部分にステントを留置する頸動脈ステント留置術、パロティッドアーティリステンティングキャスや外頸動脈と内頸動脈をバイパスしてしまう手術ですね。代表としては前側頭動脈と中大脳動脈を吻合する STA-MCA バイパス術などが行われます。それぞれの治療についての詳しい内容やそれを画像診断をどのように治療につなげていくのかについては別動画で詳しく解説していく予定です。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は頸動脈狭窄症について扱いました。動脈硬化によって血管の壁に傷がつき、内膜の非構成病変、つまりプラークができます。それが原因で頸動脈に狭窄が起きる病態でした。今回の動画では病態をメインでお話ししましたけれども、画像診断の種類としては超音波、CT、MRI、IVR について簡単に特徴をまとめました。また治療については内科的治療と外科的治療がありますが、 CEA や CAS、ECIC バイパスなどについても簡単に触れました。今回の動画に関しては概論として病態を中心にまとめましたけれども、今回の動画を基礎として次回以降の個別論につなげていってもらえたらと思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。
一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。